氷が巻き上がる。で、スラッシュ。その声の。はい、セリウ博士様の家臣で魔法兵のゼナです。様何者だ。今まで勤務して仲間を離れます。ジョナとリリー。祖父の恩人のお墓がある。戦士の取り立てという場所に行った時に、あの星降りがありまして。へー、エルフは一人だけなんだ。ワイバン、私は報告があるので、ここまでしかご一緒できませんが、さて、朝からお礼に伺いますね。指名手配されていたり、盗みを働いてたりしないな。ほれ、今度はなくすなよ。発行料は銀貨一枚だ。宿がまだならうちにおいでよ。サービスしちゃうよ。何度か街中に入れたんですよ。美味しい料理だ。秘密は災難だったね。掃除したのかい？ごめん、まだ。またね、お客さん。本当進めると復活するんだよね。ま、話しか出てこなかったけど、混ぜて食べると酸っぱいのが和らぐよ。おだ、まあ、案内してあげるよ。もう、ありがとう、ナノです。おまて、あ、なのかな。ほら、サトゥーさん、あれあれ、あ、これどうだいお兄さん。ヌービオ息災、家内安全の流明。 おかえりなさい、マーサさん。あ、ありがとう。ただいま、ありがとうございます。まずは野菜スープから。目らしからぬサービスの良さだよ。ドラゴンは見られなかったけど。サトゥーさん、彼女、おはようございます。サトゥーさん、おはようございます。非番なので、一歩ずつ進んでちゃんと捕まえて、どういう称号